僕も兄さんにお金入れてますもん、なんでも前から。ね。そんなのを勝手にね、国が使ったらそれは怒りますよ。そうじゃない。投資先を作ってくださいって言ってるんです。結局、残念だけれども、僕も兄さんの投資先は外国です。はい。外国企業の株を、まあ買ってますよ。それから僕は海外に不動産も持ってます。あ、ごめんなさいね。今怒られるかもしれない。訂正しようがないの。まだ気づかれちゃうから。リンゴもいいけど三省堂の部屋。皆さんこんにちは。今日はこの祭日の日に集まっていただいてありがとうございます。三省堂の事務局長で参議院議員をしています神谷総平です。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、最近青森に来る機会が多い。去年は 3,4 回行きました。弘前は実はさっき考えたんです。2回目です、人生で。1回目今の妻と付き合ってる時にデートで桜を見に来たことがあったなと思い出しましたね。意外と空港から近かったので、はい、また次回来る時は弘前に来たいなというふうに思いますけども、まあ今日ここに来れてるのは工藤さんが今度ね公認を取って立候補してくださるということです。昨年、何度か帰ってきた時に、まあ工藤さんは私の運転手なんかしてくださっててですね、いろいろなんで賛成と入ったんですかとかですね、どういう思いなんですかっていろいろ話してたんです。その時はね、まさかこうやって候補者になってもらえるとは思っていなかったので、まあなってほしいなっていう気持ちはお伝えしたかもしれませんけども、でもこうやってですね、渦中の栗を拾うような気持ちで立っていただけたことを非常にありがたいなと思っております。ご参加ありがとうございます。まあでもこうやって私が今日ここに立ってるのもですね、本当に青森の党員の皆さんが頑張ってくれてるからなんですね。去年の参議院選挙の時はですね、青森は支部もなくてどうしましょうかというふうな形で、もう選挙の直前に僕来てですね、なんとかしてくれというふうにお願いしたのが、もうまだ10ヶ月も経ってないですよね。6月5月ぐらいだから10ヶ月ぐらい前かですよ。支部もなかったね。でなんとか支部作ってもらったけど、今度は候補者がいないとね、でも青森諦めようかというふうに本部でも言っていたんですが、大阪のね、中条さんという方が、いや、それだったら私は大阪に出たいんだけれども、でも、もし今青森が空いてるんだったら私お手伝い行きますよというふうに言ってくださって、中条さんが来てくださったおかげで、青森でも選挙をしていただきました。その時に、今青森市議になれた木村さんとかが、いてくださって、で木村さん、僕ね、彼童顔なので学生さんですかと思ってたら、いや学生じゃないですと、市の職員ですというふうなお話をしたのも覚えています。そしたら選挙が終わったらすぐに彼が、青森で風力発電止めたいから立候補したいと思いますと。でも僕もね、最初大丈夫って聞いたんですよ。だってね、公務員だからね、参政党なんかまだ小さい党で、そんな公務員の安定したね立場を捨てて議員通るか通らないか分からないのに大丈夫ですかというふうに2回ぐらい聞いたんですけど、いや彼はもう気持ちあぶれていなくて、いやもうやるんですというふうな形で言っていただいたので、これ落とすわけにはいかんということで、みんなで応援に入ってですね、木村さんが通ってくれた。で、その後木村さんの活躍はね、先ほど工藤さんお話しいただいたように、本当に、彼やっぱりね、もともと公務員だから、ちゃんと行政の手続きしてるんで、だからどこをどういうふうに検証していって、どこをどうつけばいいか分かってるんでしょうね。ので、ちゃんと資料を揃えて、訴えていただいた結果、はい、今、状況が変わってきたということですね。そうすると、たった一人からでも、ね、いろんなこと変えれるんじゃないかというふうに希望を感じて、工藤さんだったり、ね、それから後藤誠也さんだったり、皆さんがもう青森周辺に立ってくださった。ただ八戸にもね、熱が伝わって、今青森3人立候補してくださってますね。今回東北6県ありますけど、震災があったせいで3つは選挙がないんですね。今までの東北の中心ね、3人の東北の中心は当然宮城県仙台でしたが、今回はですね、青森が東北を引っ張ってます。はい、まあ残念ながらまだ山形とかですね、秋田は熱がちょっと足りてない。でもそれはしょうがないんです。やっぱり木村さんみたいに最初に手を挙げてくれる人が出たのが、やっぱ青森が良かったところ。それに、工藤さんたちが続いてくれているということで、まあ今日僕はここに立っているわけです。でもね、いずれ秋田や山形もね、人が出てきますよ。で、今度の、後半ですね、地方選の後半、今日は岩手からもたくさん党員の方来ていただいてますし、それから宮城もですね、たくさん候補者揃ってます。で、福島も負けないぞと。いう形で今候補者を一生懸命集めていますね。なのでもう僕はもうその東北のね残りの3県からもプレッシャーを感じるので、4月の末に地方選終わりますが、もうその翌週ゴールデンウィークから僕は東北回りですよ。1週間東北尽くし、
はい、よろしくお願いします。でも僕はね、東北に来るのが実はかなり楽しい。なぜかっていうと、僕全国に今ね3週半ぐらいしてるんですけど、東北が一番回ってなかったので、まだ行ってないお城とか行ってない場所がたくさんあるんですね。僕歴史が大好きですから、お城とか史跡とか回るのが大好きので、まあ、タウンミーティングにかこつけてですね、今度は家族も連れてきて、一緒にですね、東北3県を回ろうというようなことも考えています。まあ、前振りが長いんですが、何かというとですね、東北の人は、僕から見てですよ、ごめんなさい、失礼な言い方だったら申し訳ないけれども、ちょっと、スイッチが入るのが遅い。というか、慎重。ね、これはね、今回の参政党だけじゃないんですよ。僕13年前から龍馬プロジェクトっていうのもやってたんですけど、それでも東北の方は非常に慎重、ね、なかなか動いてくれない。大阪と大反対、うん、大阪の人は火つきやすい、はい、でも冷めやすいところがある、ね、いやそれはでもいいところでもあるんですよ。東北の方は火がつきにくいけど、つくともうじわ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 きますよね。でやめない、はい、そういう特性があるというふうに思います。そして、ここは弘前ですから、津軽ですよね。だから、皆さんよく、こう、じょっぱり精神っていうんですか?はい。そういうものがあるじゃないですか。そこをですね、私は、皆さんに、こう、火をつけてほしいなと思って、じょっぱり精神に火をつけてほしい、というふうに思うんです。どういうところかというと、このままで本当に日本はいいんですかっていうところですよ。参政党は、ね、これよくね、他の政党と価値観が違うんで、叩かれるところでもあります。ね、日本が問題がないと。一切問題はないんだって言ってる人たちもいるんですよ。そういう政党と、我々は日本は潜在的な問題を抱えすぎていると。だからまだ表面化していない問題がたくさんあるから、そこを先に見越して今のうちからちゃんと備えておかないと、10年後20年後とんでもないことになるということですよ。で、そこでなるかならないかわからないですよ。絶対そうなるか、ならないのがいいに決まってるんですよ。絶対悪くならないのがいいに決まってるんです。我々は悪くなってほしいとは1ミリも思ってません。ただなる傾向がもういっぱいあるから、それを止めたいんですよ、ね、それはどんなに金を積まれようが、ね、できようができまいが違うんです。そこでちょっぱり精神ですよ。ならんものはならんのです、はい、だからそこをね、きちっと我々は防波堤作っておきたいんです。そういう政党です。今まで皆さん政治に参加するなんていうことはしてこなかったと思います。しなくてもよかったんです、日本人は。特に戦後、なぜか言われたからです。全部決めるからですよ。政治のことも外交も経済政策ですら決められてる感があります、ね、それでよかったんですよ。そういうことはもう口出しすんだと、ね、経済だけやっときゃいいんだと言われたんで、一生懸命経済やりましたよね。そして経済は豊かになりました、ね、で今までの政治、ね、この戦後の政治っていうのはまず経済復興でした。復興ができました。で、国にお金が財源ができたんですね。あとの地方政治なんていうのは、復興が終わった後の基調政治なんていうのは、国に集まった税金をどれだけ引っ張ってきてどう地元に分配するかだけです。それやってはよかったんです。それだけでよかったです、本当に。だから申し訳ないけど、こんなこと言ったら今日地方議員の先生もいらっしゃるんで、先輩の先生もいらっしゃるんで怒られるかもしれないけれども、考えなくてよかったんですよ。要は国に言われるままにやっておいて、あとは国からお金を持ってきて工場誘致したり、ね、新幹線引いたり、ね、公共事業やってれば、それで地元はそれなりに回ってたんです。で、地元の人たちも、まあ、別に任しとけばそれなりに回るから自分のことやっときゃいいよねというような時代が続いてきたんですね。1980年代90年代2000年ぐらいまで。それがこの20年ぐらいみんなおかしいなと思い始めてるわけですよ、ね、全然国にお金が増えない、持ってこようにもお金を持ってこれないなったんです。それどころか人口も減って収入も落ちてたんですよ、ね、で外交なんていうのはもう戦後やってないから全くできてません。国際政治の中において日本はプレイヤーにすら見られてませんから、日本に何かさせたかって言えばいいんだよねというふうに思われてますよ。悔しいけど日本人それ気づいてないですよね。だって国際政治なんか勉強してないから、みんなテレビも言わないし、こういう話は外国の外交官とするといいんです。外国から来てる外交官とかと話をして、いや、ぶっちゃけ日本どう見てんのって話ですよね。だから、ね、やっぱり独立国家として見られてないわけですよ。悔しいから。でもそれしょうがないでしょ ?80 年間考えずにやってきたんだから。その結果がですね、今のこの経済の停滞ですよ。ね、人口は世界中で先進国は減ってますね。
世界全体では増えてますけど、先進国の人口って減ってるんですよ。だから人口減ることは、まあまあ、100歩譲ってですね、まあ先進国減ってはしょうがないって言ってもいいんだけれども、経済はしょうがなくないです。他の先進国も人口減ってますけど、経済は成長してますから。世界200個ぐらいありますけど、下から数えて何番目かですよ、日本は。ワースト5に入ってます。発展途上国より経済が伸びてない。こんな状況で国に財源なんか上がるわけないですよね。だから国からお金持ってこようにもですね、持ってこれないですよ。だから今までみたいに全部政策は外交はアメリカに任せる。国政の方向は国会議員に任せる。地方議員は中央政府からお金持ってきて地元のことだけ整備しとけばいいんだというような時代はもう終わってるんです、とっくに。終わってるのに終わってるって誰も言わないから、未だにやってるんですよ。永田町でもそんなことやってます。だから僕は、いや、このままじゃまずいから、やり方変えましょうよって一生懸命国会では言ってます。まだ発言の機会が少ないんでね。で、この間もちょっと言ったら、そんなことできるわけねえだろって怒られましたけど、僕はこれは何を言ったかっていうと、国が今度NISAっていうのを拡充するんですね。それで、国民に投資してもらって、それでお金を増やしましょうというふうに政府は提案してるんです。それ自体は僕反対してないんですよ。ただ、今NISAに国民がお金を入れてもその多くが海外の投資に回っちゃうから日本に投資先がないんですね。ので僕は別にNISAのお金集まったお金をそこに使えって言ってんじゃなくて、国民がね、NISAで投資したいと思った時に国内で投資できる先がないといけないから、国がね、そういった国策事業を考えて国益に沿う事業を民間と作っていかないと国民のお金の投資先がないんですよと。だからそれ考えてねっていう発案をしたわけです。そしたら、まあまた切り取る人がいてですね、神は兄さんの金をですね、勝手に使えと言ってると。そんなこと言ってませんよ。そんなのされたら困るから。僕も兄さんにお金入れてますもん、なんでも前から。ね。そんなのを勝手にね、国が使ったらそれは怒りますよ。そうじゃない。投資先を作ってくださいって言ってるんです。実際ないでしょ、皆さん。どこの、日本のどこにお金置いてきゃ増えるんですか？昔は銀行に預けといて増えたんですよ。これも言いました、この間委員会で。なんで増えたかわかります？ 1980 年代までは、ね、日本の銀行にお金預けるでしょ、僕らが。そしたら日本の銀行はトヨタとか大企業にお金を貸し付け、そしてさらにその大企業の株も買ってたんですよ。だからトヨタが頑張って海外とかでも稼ぐと、その利益が金利と配当で全部銀行に行ったわけですよ。だから銀行はどんどんそれで高い金利で貸してますから配当が入ってくる。ので、出資者である国民に金利として払ってたんです。だから高い時なんか金利が 10% 近くあったでしょ。10年でお金が倍に増えたわけですよ。ね、もうそれはもうこの先輩しかわかんないです。もう 若者からしたらそんなの、そんな嘘でしょってなりますよね。今金利ないから。そういう仕組みが昔はあったと。今はないから、結局残念だけれども僕もNISAの投資先は外国です。はい。外国企業の株をまあ買ってますよ。まあインデックスですけどね。それから僕は海外に不動産も持ってます。はい。なぜか日本の不動産が上がらないからです。でもおかしいんですよ。アメリカなんかは先進国だけど、どん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 不動産の価値って上がっていってるんです。株価もずっと平均して上がってるんですよ。日本だけが不動産も上がらない、株も上がらないっていう仕組みになっているから、だから国民のお金が投資できる先が国内にないんですよ。そのことを我々はよく知らないといけない。で、なんでないかっていうと、それは政治家が作ってこなかったからです。大企業の経営者がそこにチャレンジしてこなかったからです。ね。先進国病かもしれませんね。70年前、いや80年前か、戦争があった時は、本当に何もなかったわけじゃないですか。大企業もないし、お金もないし。でもそういった中で、みんな作らなきゃって思ったわけですよ。ので、一生懸命考えて、地域地域に作ったわけです。産業を、会社を。それが今企業になってるわけですよね。でもこの30年、日本は一社も大きな会社作れてない。30年前は世界トップ50の企業の中に32社も日本企業が入ったんですよ。トップ50の中の32ですよ。すごくないですか？今何社だと思います？トップ50の中に日本企業。1社です。トヨタだけです。しかも40位です。サムソンとか TSMC、韓国、台湾に負けてます。ので、当然、向こうは賃金上がってるわけですよ。だから一人当たりの GDP は、もう韓国とか台湾に抜かれそうです。人口半分、4分の1の国々に抜かれそうなんですよ。ね。この傾向が続けば、間違いなく10年後、20年後、日本はもっとダメになります。
そこに危機感を持ちませんかと言ってるのが参政党です。そうなってからじゃ遅いからです。でもそうなることはもう十中八九見えてます。でもなんでみんな言わないんですかね。まず自民党公明党は言えないですよ。自分たちがやってきたから。日本の経済構造をそう変えたのは自民党だから、言ったら自分たちの先輩を叩くことになる。官僚も言えない。自分たちに責任があるから。だから自分たちが責任取らせると思ってる人は、まあいわば隠しますよね。維新問題とかもそうじゃないですか。教育委員会隠すじゃないですか。ね、とにかく自分たちが校長先生なんかよく隠すんですって。ね、で自分が講師終わってから言ってくれとか言うらしいですよ。問題の先送りってやつです。もうね、日本中で問題の先送りをやってる。官僚も政治家も。ね。彼らは、もうそれを責任取るつもりがない。それはもうはっきりしてます。僕らどうします?皆さん。一般庶民、一般国民は。問題がもう顕在化してる。ね。皆さん耳障り悪いかもしれないけれども、賛成とはそれを言っている。で、本当に多分そうなるでしょう。100% とは限らないですよ。で、ならない方がいいんだけど、ほっとくとそうなるでしょ。で、僕たちがここに目を向けずに放置しておけば、僕たちも問題を先送りすることになるんです。子供や孫の世代に。それが嫌だと思ってるのが参政党。そこなんですよ。今のことだけじゃなくて、先も考えないと。で、そうなった時に、信号がどんどん減って、ね。それでも日本人だけでやれればいいけど、ね、外国人とかワッと入ってきたら人口バランス変わっちゃうでしょ。まあ幸いというか幸い、最悪というかですね。日本は経済がダメダメなんで、もう外国人はあんまり来なくなってます、今。むしろ日本の若者が海外に出稼ぎに行こうとしてるぐらいです。だってアメリカのよりも賃金半分ですから。スイスなんかと比べたら3分の1の賃金ですから。だから、もう日本で働くメリットがないわけですよ。おそらく、今のまま放っておくと10年後、僕の子供4歳ですけど、うちの子供が働く頃にはですね、お父さん僕、外国留学するよと。で、そこでそのまま就職するねと。で、お金稼いで仕送りするわと。向こう日本の賃金4倍だからと。ね。で、半分でもね、食べて、ね、4分の1でも送れば、ね、大人1人分働いたと同じぐらいの仕送りできるから、僕は海外に行って活躍するねと。いうふうになってしまう可能性が大きいです。ね。皆さんそういうことを想定してないかもしれないけれど、東南アジアの国とか中国とかどうですか?そういう人たちの安い労働力に支えられて、我々は安穏でやってきたんじゃないですか、ここ数十年。今度は取って代われるんですよ。ね。仕方ないというふうに諦めるのか、いやいやと、そうはいかんぞというふうに、ちょっぱり精神出すとかでしょ?そこはやっぱり強情になりましょうよ。それじゃいかんって。いかんって決めることが大事なんです。なぜかというと、決めないと考えないからです。誰も考えてないから、日本の未来を。政治家ですら。ね、僕なんかまだ参議院の1年生で、まだ1年もやってないペーペーですけど、でも29の時から政治には関わってます。15年見てきてるんです。ね、もっと考える政治家がたくさんいれば、こんな風にはなってこなかったし、ね、もう少し人材がいますよ、政治の世界に。いない。政治の世界に人材がいない。今、参政党で、なんとかかき集めて、250人ぐらいの方々が今度4月選挙出てくれます。本当はたくさんいましたよ。700人ぐらいの応募ありました。でも誰でも彼でもじゃダメなんですよ。ね、議員になりたいだけの人もいるんです。就職活動で議員になりたいって思いますよ。全くお金がないから、失業してるから議員になりたいとかですね。選挙資金はありません。だからダメです、そういうのは。まず自分の生活立て直してくださいからですよ。ね。そういう人をお断りしてったりとか。ね。あとは、やっぱり人間性も問題ですよ。ね。みんなの思いを集めないといけないから。ね。やっぱりみんながこの人応援したいって思える人じゃないと、誰でも彼でもしたらね、逆に党員の人たちが嫌がっちゃうから。って考えるとですね、本当に、まず議員をやろうという人が少ないし、やろうと言っても、じゃあ実際に工藤さんみたいにこうやって最後まで残って公認受けて、選挙までたどり着ける人ももっと少ない。でもね、ありがたいことに参政党は、まだ人が集まる方です。なぜか、今まで政治に参加してこなかった人たちが参政党に入ってくれてるからですね。だから市場が違うんですよ。自民党とか他の党と。他の党は、今まで政治界隈の人ね、秘書とか、演者とか、そういう人たち集めてきたわけです。
で、ある程度議席取れることを分かっているから、まあ、一種の就職活動として、まあ、じゃあ私やりましょうかと。通るんでしょ？通るならやりますよ、という感じの人たちがいた。だから、2世、3世多いじゃないですか。ね、議員に、政治に関わってた人多いじゃないですか。組合の人とか多いじゃないですか。ね。そういう業界団体の人たち、それぞれの政党に紐づいている業界団体の中から人出して、で、うちの団体のね、利権のためにやってね、というふうにやってきたでしょ？参政党はそんなのが本当に一切ないんですよ。宗教もついてないし、組合もついてないし、どっかの企業もついていません。当然外国の勢力なんかもついてない。本当に今までそっちで、ね、お話を聞いてた人たち、工藤さんもその一人です。ね。そういう人たちが、誰もやらないんだったら私がやりましょうか、というふうに立ってくれている。ね。こういう動きをみんなで起こしていかないと、もう止まらないんです。それをぜひ皆さん、今日せっかく来ていただいたから、覚えて帰ってください。参政とは何のためにあるか。それは、これから来るであろう、危機に対して備えるためです。もうね、さっき言いました、経済の話、人口の話しましたね。それから、今少し、沈静化してますけど、このことだって怖いですよ。ここには反対です。なぜか、緊急事態の4要件ってあるんですよ。その中に、パンが入ってるからです。あとの3つは何か言っておきましょう。戦争、災害、地震ですね。地震、津波。それから、テロ。この3つはまあわかります。これは緊急事態です。このパンっていうのがですね、くせ者だ。ね、移動の自由とか、ね、集会の自由とか、そういったのも憲法上認められてる権利が緊急事態だと。しかもですよ、もう一回言いますよ。ダブルが緊急事態だ。パンだって言ったら、もう自動的に日本で我々の人権が制限されるっていうのが、もうエスカレーターでストーンと来るんですよ。で、そうなったら、打ちたくないって言ったら隔離しなされるとか、プロテインですよ。で、なんだこれと思ったら茶色いんですよ。ゴキとかウジムリとかコウモリオキですよ。こんなの SF の話みたいに思ってるかもしんない。まあ、これは極端な例ですよ。で、必ずこうなると言ってない。ただ、そういうことが起こりうる、もう予兆があるわけですよ。ので、そこに我々は絶対そうさせないために脳を突きつけておきたいわけです。それ嫌なんです。だってね、ね、本当に人が死んで大変だったら自分たちで行動抑制しますよ。日本人は賢いから政府に言われなくても。なんでそんな政府が勝手に我々の行動の自由とかですね、そんなのやるんですか？ね、ね、薬漬けになったり運動しなかったり、不規則な生活をしてるから免疫が落ちて病気になっちゃうわけでしょ？もうそうですよ。とかだって免疫が落ちてるからなるんだから。ね。そしてもう、がんですって言われて、三大治療に入ったら、さらに免疫が落ちてですね。で、苦しんで死んでっちゃうんですよ。ね。抗体だけでどれだけ日本人金払ってるか。どれだけの日本人ががん保険に入らされてるか。世界中の人たちが抗体使って入ってんだったらいいんですよ。違うから怒ってるんですよ。おかしいでしょって。だから、がって抗体治療をして、検査ばっかりして薬を大量投入。ね、400万人も精神病院に通って治療を受けて、30万人が入院してるわけですよ。精神病棟にね。そんな国は日本だけなんです。だから50兆も医療費がかかってんの。だから僕はね、財務大臣も言うわけですよ。いくらね、財政の話したって、プライマリーバランス黒字化だっつったってですね、50兆も60兆も医療費かかってたら、結局穴の開いたバケツに水注いでんと一緒でしょって。まず穴を塞いでから財政の話をしないと、戦前の国みたいに青天井でどん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 と医療費使ってるわけですよ。これからも使うんですよ。もっと。それをやっといて、ね、お金がないから税金もっと払ってください。で、税金はもう 46.8% 払ってんですよ。社会保障費も入れて。これ以上上げられたら江戸時代の5校5民じゃないですか。ね、6校4民になるかもしれないですよ。そんなもう一気ですって。ね。そういう状況なんですよっていうことを知ってもらいたい。そして、これに抗っていくためには、まず皆さんに気づいてもらうとともに、教育です。教育です。僕は昨日まで石川県の加賀市に3日間、まあ、住んでるところなんですけどね、いました。そう20人ぐらい学生を呼んで、中高大生です。彼らに1年間僕オンラインで教えてたんですね。それの卒業合宿をしたんです。彼らに1年間伝えてきたのは、日本の今の現状。ね、皆さんにお話した人口とか経済とか医療とか食とか、ね、そういうのを全部日本の現状を伝えました。で、なんでこうなってんのかっていう歴史を教えました。ね。
で、その中で、これからの経済活動をどうしていけばいいか。今、金融資本主義ですから、さっき兄さんの話しましたけど、投資とかも考えていかないといけないんですよ。で、日本には投資先がないから、ね、じゃあどうやれば、ね、有効に投資ができるかとか、学校で一切教えてないから。食と健康。ね、いくらお金稼いでたって、病気になったら一気にお金まで取られるんだから、病気になっちゃいけないんです。だから若いうちから食生活、変えようねって。ね、それから、あとは、もう就職して、大企業に入ったところで、もう賃金下がるんだから、で、もう、企業に入っちゃったら、決められた給料しかもらえないんですよ。ね。で、残業しようと思っても、働き方改革とかわけのわからないこと言われて、働くなって言われるんですよ。もう賃金上がらないから。ってことは、やろうと思ったら自分で起業するしかない。ね。で、起業っていうとすぐみんな都会に行こうとするけど、違うんだと。地方で起業しなさいと。地方でしかできないことってあるじゃないですか。一次産業とか。ね。あと、広い場所が必要なね、事業は、地方じゃないとできないんですよ。だから、地方を、みんな地方だからね。結局、地方から人が東京に集まるだけなんで、地方で生まれ育ってんだから、その地方をどうすればいいかっていう発想で考えなさいと。いうようなことを1年間教えてきたらですね、たった1年ですけど、それでも学生たちは変わります。意識が変わる。昨日の卒業の意見でね、いろいろ聞いたんです。1年間でどう思ったかと。まず、自分たちが何も考えてなかったと。受け身で生きてきたということに気づきましたとかね。それから、やっぱりその人にちゃんと考えたことを伝える力が必要だと思いましたとか。ね。あと今のままみんなに合わせて生きてるだけじゃ、みんながもうダメになるんだっていうことを分かりましたとか。分かるんですよ、中高生でもちゃんと教えてあげれば。だから私たちがそれぞれの地方でやることは人作りです。この弘前は学徒でもありますよね。学校たくさんありますよね。優秀な人材もたくさん送り出してますよね、中央に。ね。もちろん中央に出すのもいいんですけど、青森で、弘前で育った人間は、弘前に残さないとダメです。その人たちが活躍できる場所を作らないとダメです。若いからとかじゃなくて、ね、優秀だから都会行けとか言うからダメなんですよ。お前優秀だから残れですよ。優秀じゃない奴は出てけてもいいんですよ。いや、これからの地方はそう変えないといけないんです。優秀な人間をどん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 中央に出して、で、中央行っても、結局、ね、さっきも言ったように、もうみんな責任の先送りばっかりしてるんですよ。ね、大企業とか、官庁とか立派なとこ入ってて、年収1000万ぐらいもらってんにもかかわらず、大した仕事してないの。ね。なぜか、それは大した仕事する人がいないからですよ。モデルがないから。だから、優秀な人間を中央に送っても、腐らせるだけ。これからの地方は、優秀な人間を育てて、地方に残すんです。そして、青森が、弘前が、どうやって産業を起こしていくか、どうやって農業を維持するか、ね。それやらないといけないんですよ。それを基礎を作るのが地方議会、地方の政治なんです。だから市議会議員だからとかって馬鹿にしちゃダメなんです。小学校、中学校の管轄をしてるのは市町村なんだから。その義務教育でしっかり政治が関われるうちに、子供たちに何を伝えるかってすごい大事。もうね、学力テストの偏差値なんか競わせてるのはそんな馬鹿なことやめた方がいい。ね。で、青森はそんなに高くないから、そこで競争しても意味がない。そうじゃない。だから、いや、いいんですよ。そんなの僕はさっきの福井県にいたから、福井県は高いんですね。学力テストが。でも、福井の子も言ってましたよ、候補者も。もうそういうので、ね、基礎もやめましょう、つって。学力の、学校のテストの点数じゃないですよ。もっと言えば、どれだけ地域のことを考えてるか、どれだけ家族や自分以外のことを考えてるかとかですね。で、どういう構想を持ってるか、どれだけ挑戦して失敗したかとか、そういったところで子供たちを測らないと。そうでしょ？基準ですよ。点数で測るから点数だけ上げようとして、で、点数以降が出てっちゃって、人を残らないっていう状況なんでしょ？だから地方の衰退は地方の人たちが作り上げてる部分があるんですよ。だからこのマイナスの流れを変えるんです、地方から。ね。このままだと地方がダメになるから、ね、子供たちに外から人なんて来てくれないんだから。ね、今生まれ育ってる地元の子供たちに、ね、どれだけ日本のことを考えてもらって、世界のことを知ってもらって、ね、で、給食とかちゃんと整えて終わりくらものにして、病気にならない体を作って、精神病になったり、自殺したりしないようなメンタルを強くしてもらって、ね、それで地域の、残って地域のことやってもらうですよ。大企業を誘致するとか無理。もう、大企業がないんだから、まともな大企業が。ね。それから中央政府からお金持ってこいって無理。中央政府にお金がないんだから。でしょ？だから地元でどうやって企業を作るか。地元でどうやって経済を回すか。そういうことを小中学生のうちから考えさせるんです。そしてそういうの得意な子がいたらみんなで応援するんです。そういう子はもう学費なんかいらないから。そういう子は学費無料でいいの。勉強しないやつまで学費無料にする必要はない。ね。勉強したくないやつは働けですよ。猫も杓子も大学に行かせる必要はない。
今大阪なんかで言ってるのも何でも無料化だ無料化だとか格差が格差がって言うけど、大学行かせだって格差なんか埋まらないっすよ、そんなの。もう大学行ったって貧乏なんだから、東大出たって就職ないんだからでしょ。そんなところに無駄に学費払わせるよりさっさと働けですよ。働いて社会のことを学んで社会の中で自分を磨きゃいいだけの話で、大学行ったら立派な人になるっていう発想がもう間違ってるんですよ。だから弘前でもね、これから工藤さんたち中心に人づくりちゃんとやってくださいね。リンゴばっかりさせちゃダメ、人も育てる。あ、ごめんなさいね、今怒られるかもしれない訂正しようがないの、まだ聞き取れちゃうからリンゴもいいけど人も育てましょうって話です。そしてちゃんと地元に残してね、起業家になってもらうとか地方議員になってもらうとか、優秀な人材がね、やっぱり地域のためにね、自分のためのだけじゃなくて働けるっていう状態を地域で作ってください。工藤祐介さんは教育やりたいって言ってくれてるからね、そういう公約で今回挑戦しているから、ぜひ工藤さんのところに皆さんの思い集めていただいて、そしてね、今さっき言った木村さんもいるし後藤さんもいるしね、この津軽の地域でみんなで力を合わせてやっていけばいいじゃないですか。最初は 2,3 人かもしれないけど、そっから増えるんです、ちゃんとやれば。増やしてください。そして皆さんがぜひまた今度はこっち側に立ってくださいね。で、今度は工藤さんが僕の代わりにこうやってみんなに葉っぱをかけてくださいね。僕もそうやってここに立ったんだから皆さんも来てくださいって。僕はね、そうやって地方の人たちの魂、ここだったらジョッパリ精神、大和魂、そういったものに火がつくことを願ってこうやって全国回ってるんですよ。それだけなんです、それやってほしいんです。そしてもう皆さんに火がつけば、あとはもう勝手に回るんで地方が。でしょ、バカじゃないんだから日本人は。そしてみんな地域とか孫や子供のこと考えてんだから、その気持ちがちゃんと行動につながるように背中を押していきたい。それが参政党。そして今回この弘前の地域で皆さんを引っ張ろうって手を挙げてくれたのは工藤さん。だから絶対に工藤さんに今回は上に上がってもらいたい。だから皆さん力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はじゃあ最後に参政党コールだけやってもいいですか。はい、お願いいたします。じゃあね、皆さん工藤さん頑張れという思いを込めてやってください。では行きます。せーの、1、2、参政党。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。